はい、ニャン君かわいいにゃん。かわいいから寝ています。ニャン君かわいい、かわいいにゃん。かわいいから寝ています。だってニャン君かわいいんだもん。ちゃんと言えない。かわいいの。かわいいガレレテティーちゃん。かわいい、かわいいにゃん君。ニャン君いくだもんね、ニャン君ね。よしよし、毛がいっぱい出てくるぞ。ニャン君いくだね、かわいいね。お留守番いなかったね、ジャン君。うん、ね、ジャン君。今日は朝からパパもママもお出かけで、帰ってきた時二人でギャーギャー泣きましたね。泣いてたね、ジャン君。ポンちゃんがうわーって言ってましたね、うん、やっぱさすがに今日はちょっと長かったね。そうだね、午前中からいなかったもんね。でも大変だったんだよ、ジャン君。体がもう限界です。パパとママは疲れ切っております。疲れました。いっぱい歩いたし、私というのも朝家を10時に出てですね、まず黒犬パパは地域の、防犯なんとか総会というやつに出席してきました。ただお話を聞くだけなんですけどね、うん、あと賛成の方はご拍手をお願いしますって言って、拍手多数のためっていうあの儀式延々何回もやります。そうなのね。まあね、うん、賛成とか不賛成とかっていうのもなんか特になく、まあいいんじゃないでしょうかというような意思表示を拍手でするということですね。そしてそれが終わった後、今度はフォークソング同好会というところの、発表会と生徒さんがまず、ギター教室の生徒さんが発表会と、その後に、私たちは生徒ではなくて、まあフォークソングを、愛する人たちが集まっているヤーツです。フォークソングよく知らないけど、まあ、区分けとしてはもう特に教わってはいないけど人前でまあまあできるというね人たちが、まあ、ライブ形式でやりました。こちら秦野と言いますが、秦野という場所にはですね、いわゆるライブができる、まあ、飲み屋さんというかね、ライブハウスまで行かないですけど、がすごくいっぱいあるんだなぁ、うん、すごいいっぱいあるね。わかりました。すごいとこです。ジャン君がシュシュもジャン君がシュシュも、あっちにポンちゃんもポンちゃんもいるよ。ちょっとあそこに物がいっぱい置いてあるけど、ポンちゃん、お待たせしてすいませんでしたね。ポンちゃんも来れば。ではおやすみ。